はいどうも、ヨシさん TV のヨシです。これからの動画について話していこうと思っています。っていうのは、一貫性がないんですよ、僕のチャンネルね。英語もやったり、哲学系もやったり、たまに歌ったりとかね。で、あとインタビュー方式でこうイギリスに来てる日本人にインタビューしたり、後々イギリスの人もねインタビューしていけれたらなと思ってますけど、で、考えてて、いや一貫性持たした方が多分なんていうかチャンネル登録者数も増えるのかなっていうのは思ってたんですけど、なんか違うなというのもあって、っていうのは別に一貫性なくてもいいけど、僕のチャンネルで何が足りないのかというと、やっぱりねその目的なんだと思うんですよ。いろんなチャンネルのね、いろんな YouTuber さんのチャンネルに出たら、ある程度目的があるように感じるんですよね。てか一貫性があるからこそ目的が分かりやすいみたいな。けど僕のはいろんなことやりすぎて目的がねあんまり明白じゃないんですよ。だから目的を作ろうと、僕のチャンネルを見てくださった人が最終的にはどうなるのかっていうのをはっきり僕自身がね、作り手がクリエイターが分かってないと、やっぱりねたとえ一ついい動画を見つけても、じゃあ他の動画を見ようかっていう気持ちにはならないじゃないかなっていうのがあるんですよね。でしばらく考えてたんですよ、今まで上げてきた動画を見てて。で僕が感じたのが、僕が、ね、持ってるこの知識とか経験とか、能力とかを生かして、でまた今僕が今まで上げてきたこの動画を見返して思うのが、この僕の動画を通して視聴者さんがほとんど日本人の方なんでね、世界を相手に物申せる人になれるんじゃないかなと思ったわけなんですよ。僕がねまだ世界に物申してないんで、お前が言うなと言われるかもしれないですけど、僕は英語版出しますもん、すぐもう英語でやっていきます。哲学系もやりながら、あと日本の文化、日本の哲学的な考え方、神秘的な考え方、神道的な考え方みたいなのもね英語版で出して、これが日本だぞっていうのもね作っていきたいと思ってます。それに先立ってね、やっぱり僕のチャンネルを見てくださった日本の方はね、英語を学ぶと、英語を学んで、でプラス哲学も学べると、でおよくば、ね、ロンドン散歩みたいな感じでイギリスの街並みも雰囲気も見れてみたいな。で最終的には見てくださってる方が最終的には、おい世界と、これが日本だぞと言える人たちをこのチャンネルを通してね、増やしていければいいかなと思ってるんですよ。まず英語、ほとんど英語喋りたいっていう理由がね、これから社会で必要だからとか、仕事で今求められてるからやらなくちゃいけないとかね、普通に外国の人と会話したいみたいなことだと思うんですけども、もう一歩先があるんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。英語を学びましたと、外国人と話しました、新たな価値観を得ました、楽しかったです。じゃあ僕なんかもったいないと思うんですよ。やっぱり英語を話すっていうことは、あなた自身のね、日本人が日本人としての意見を発信しなくちゃいけないってなってくると、相手にも分かりやすく、また日本人としての哲学みたいな、日本人としての生き方、生きがい、日本人としての美学みたいなもう同時に伝えていかなくちゃいけないと思うんですよ、英語話せる人は。いかなくちゃいけないって言い方はちょっと言い過ぎですけど、僕は日本人としてそうあってほしいんですよね。僕のチャンネルね、だいたい20後半から50歳ぐらいの方に見てもらってるんですけど、50歳以上の方も含めそうなんです、60歳ぐらいかな、見てもらってるんですけども、ものすごく意見あると思うんですよ、これが日本だと。けどなんか世界の流れとか、なんか若者が海外に行って楽しんでるみたいな、で、なんかこうね、徐々に日本的な意見を言えなくなってくるみたいな世の中がちょっと来てるように感じるんですよ。で、もちろんね、日本の悪いところはそうやって海外を見ながら直していけばいいんですけども、僕たちは逆に言い返せないんですよね、そういった人たちに。海外からの圧力もそうやし、海外から帰ってきた日本人の圧力もそうやし、いやお前らが遅れてるだけだぞみたいな顔されるのも嫌じゃないですか。でも僕たちはこうやって日本にいる日本人がね、こう発信していかないと、僕はなんかすごく日本の大切なものっていうのを失っていくんじゃないかなって正直思うんですよ。このチャンネルでね、哲学やって、哲学っていうのはどういうことかって、こういうね、ある物事の考え方はアカデミックの世界でこう考えられてますよと、ね、でこのルールに従ってどうやって相手の言い分が違うと言えるのか、ね、言わないと日本の文化なくなりますからね。本当にロジックだけで物事全部海外から言われると、日本のいいとこなんてこれが文化だからとか言ってたら、ね、心理学とか統計学みたいなやつが出てきてね、お前らこの文化とか言ってるけど
もう全然人苦しめるとか苦しめてるっていうデータが出たから、もうそんな文化とか言うなとか言う人が出てくるかもしれないでしょ。けど僕たちはそんなね、データとか統計とかそんなんで保っている文化じゃないですよね。文化ってものすごくね、心から何か動かされる何かがあるからこそ残ってて、しかも日本の場合はそれがね、約2000年ぐらい残ってるわけなんですよ。でその文化を日本人が日本人として守っていかないと、やっぱり僕はいずれそういったね、アカデミックな難民、海外から来る圧力もそうやし、海外から帰ってくる日本人もそうやし、そうやってこう薄れていくのが正直ちょっと怖いっていうか、もったいないと思うんですよね。だから、まあ、ちょっとなんかすごい、ちゃんとまとえてるか分かんないですけど、今やっぱりこの動画を通して大人の方が、ね、しっかり哲学、これがこうだと、これが私の考えですと相手にしっかり言える、哲学的な考え方をできるようになっていただいて、プラス英語を通してで海外の論文も英語で読めるぐらいになって、で海外から来る人たち、日本の外から文句言ってくる人たちに対して、いやいやお前ら違うんだぞと言える日本の方をね、増やしていきたいなっていうのは思います。まあそれが今のところ僕のこのチャンネルで掲げられる一つの目的だと今最近しばらく考えてて思いました。ちょっと初めの話からそれできたかもしれないですけども、まあ結局何が言いたいかというと、哲学、英語で、まあ旅っていうのはプラスですよね。旅っていうか人間、まあもちろん、まあ、人の人生、この3つを通して日本で見てくださってる日本の方は、よし私の考えはこれだ、で世界の人にこれが日本だって発信できる、そんな日本の人が増えていけるような、そんなチャンネルにしていきたいなと考えています。はい、それがね最近しばらく考えてたことです。はい、だからまあまあ壮大な目標ですけど、まあ一歩ずつねやっていければいいかなと思います。はい、でこんな感じです。ではこれからもどうぞよろしくお願いします。よっさん TV。 はい、じゃあありがとうございます。 See you later.